さてではちょっとお二方はまあ先輩後輩の間柄になりますが、はい、西村さんにとって偉大な先輩というとどなたが、まあ、偉大な先輩ってなると、うん、まあ野手の方では有藤さん、落合さん、はい、でピッチャーの方では村田兆治さんというところが一番ね偉大なところなんですけども、落合さんに関しては、はい、まあ、一緒に5年間やらせてもらったんですけど、はい、その後中日ね行かれて、はい、まあ、今となって考えるとその後も落合さんがいてくれたら、うん、もっと早い時期に、うん、強いチームが作れたかなというふうには感じますけどね。もうとにかく、はい、全てにおいて違うじゃないですか、そのアベレージというか、うん、もう半端じゃないです。実際その凄さっていうのはどういう部分なんですか、落合さん。いや例えばゲーム中に関して僕はまあ当然若い時ですから、はい、一番監督コーチのところに座ってるんですね、はい、で当時はもう今は選手自分のバットっていうのは自分の座ったところの前に置いてるんですけども、はい、僕はその当時はその監督コーチがいるところの前にバットケースっていうのがあって、そこからバットをポンと取って打席に入るっていうような感じだったんですよ、はいはい、でいろんなこう状況によるんですけど もうチャンスがあるじゃないですか、はい、そしたら落合さんパッとこうバットを取るときに、うん、そこにバッティングコーチがいて、まあ打ってくるから、お、うん、それはもう僕らに聞こえるわけですよ。お、それを言ったときは 100% ですね。 100%、うん、最初は落合さんおおすごいすごいすごいっていうのが何回か続いたんですけども、もうでもその後はってくると、ああこれ打つな打つななんて言ったら怒られますよ、あ、まあ、打たれるな、必ずですよ。それやっぱすごかったです。そういうところやっぱ強かったですね。その要因って何だと思いますか。それだけやっぱ自信があるし、まあ、そこを、ね、言うことによってやっぱそこでしっかりした結果を出すっていうところのものでやられたんじゃないかなっていう気はしますけどね、うん、間近で見られていて感じていてご自身に置き換えると、うん、打ってくるわって言えないです言えない言えないよな、言えないですね、うん、でもやっぱり助け入る前にこのピッチャー打てんっていう、うん、言っていく時はありますけど迷いながら行ったりとかね、はい、やっぱりこう相性のいいピッチャーでも自分で、はい、自分の中ではあこれはこう打てるかもわからないってなるんですけども、やっぱほらそれを人の前で、ね、言ってそこをしっかり結果を出すっていうことがやっぱりすごいです。練習の時にも川崎球場っていうのは室内が2カ所しか打てないんですよ、はい、でも落合さんがそこに入られたらもうなかなか出てこないです、うん、で片方落合さんがずっと打ってこっちの片方っていうところは何人かでこう回しながら練習するっていうところで、はい、もうそういう時は僕なんかはもうそこに行っても 2,3 時間後あるいはそこの回しで打つっていうところなんで、あんまりこの内容を考えると、はい、うん、もう行かない方がいいなっていうところで僕はもうグラウンドで一人でもくもくバットは振ってましたけどね、それぐらいやっぱりやるときはやられてましたよね。あるときのオープン戦のとき、今東京ドームなんですけど、はい、後楽園球場だったときに、はい、前の日かな、西明日あちょっと、うん、これぐらいの時間来いよみたいな感じ で山内さんっていう方がいらっしゃってというところで、はいはい、もう後楽園球場からすぐ近くが自宅だったんですね、うんうん、でちょっとそこに行こうというところで、はい、はい、お願いしますって言って、でオープン戦ですから当然デーゲームだと、で練習時間も早いんですけれども、はい、それよりさらに早い時間、まあ、8時から8時半ぐらいには山内さんの自宅に連れ行ってもらって、はい、山内さんのその自宅の庭で、はい、もう30分ですよ、30分ぐらい、まあ、時間的にはそれぐらいしかできなかったんですけども、もうそこで大汗ですよ。でもやっぱりそこに連れて行ってもらったっていうか声かけてもらった、はい、で後に言われたのは山内さんのこの腕の使い方、はい、ハンドリングっていうところが僕がスイッチ行った変わった次の年だったんで、お前にやっぱ合うんじゃないかなっていうところで、はい、連れて行っていただいたんですけどね、だからすごく感謝してますよね。そうですね、うん、そういった部分で声をかけてくださるっていうことはよくあったんですか。意外と声かけていただくことはありましたね。どうしてもやっぱり内田さんと4番打たれて僕は1番が多かったんですけども、はい、やっぱ内田さんが打席を叩いて僕は一塁ランナーとか言うっていうことも何回か当然あるじゃないですか、でもう遠慮することないとどんどん走って構わないからっていうところで、そこでアウトになっても失敗に対して攻めるとかそれは一切なかったですね、その5年間というところは、はい、いい経験をさせてもらったなっていう、うん、
数字が半端じゃないですもん。そうですね、うん、それこそでもそのプロに入られた年に史上最年少での三冠王っていうのをまあ見てらしたということですもんね、うん、もう落合博満さんは落合博満さんってすごく当たり前のこと言ってしまいましたが、うんうん、偉大なっていうどころではない。もうそうですね、だからまあ2010年ね、はい、中日との日本シリーズ出てもう相手が落合さんというところで、はい、僕は本当にこう嬉しいのは当然なんですけども、はい、あの落合さんが監督やってるその中日とね、日本シリーズできるっていうところはやっぱすごく、はい、もう何とも言えないような、うん、意識はしなかった。あ、しない。いや意識すると、はい、僕はやっぱり自分が思うような采配できないなと思ったんです。だからできるだけも意識しないようにという。で、まあ、名古屋ドームで千葉の方はもう見えるんですけども、はい、できるだけやっぱり見えるところでも見ないようにという、それには努めてやってましたけどね。裏を返すともう意識をしてしまっているということです、うん、まあ、そういうことですよね。まあ、でもそうですね、うん、監督同士でこう、まあ、対峙するといいますか、それはすごいことだったんですね。うん、そうですね、まさかね、そんな、うん、落合さんもそれは当然あり得ることなんですけども、自分がねやっぱそこの、うん、ロッテの監督をやれる、うん、ってなったらもうこれはもうびっくりしたことだし、その中で1年目からそういう、うん、舞台に立てるっていうことがやっぱり、はい、それが相手が中日の落合さんというところがやっぱり、うん、一番、うん、すごい、すごかったですね、自分の中では。決着がついた後に何か言葉を、うん、かけられたりということはあったんですか？いや、決着がついた後はもう何もないですね、はい、その前は？その前は当然グランド行ったら挨拶させていただくというところから入れますから、はい、はい、その期間中は挨拶程度で、まあ、そうですね、メンバー交換ありますから、はい、その時に、ね、やっぱり、うん、ちゃんとこう挨拶してっていう、はい、でそこは、ね、一言二言っていうところぐらいですよね、うん、千葉さん、まあ、はい、落合さんと言いますと東芝府中での、いや、もう全然もう年が離れてますから、はい、まあ、OB でね先輩ということぐらいのつながりしかないですよね、もうなかなかこう会うこともないですし、はい、でも現役の時に最後日本ハムの方にいられた時には、はい、そういうちょっと一言二言みたいなことはありましたけど、でもそのロッテで背番号6番はい、をつけられましたが、まあ、そうですね、はい、そのまあ少し期間は空いているということはありますけれども、落合さんの次につけられた6番ですよね。落合さんのというよりは、はい、その前に上川さんが6番をつけてたんですね、はい、それで上川さんにもよく教えていただいたりとかっていうものがあって、はい、上川さんが辞められるのでその6番をくださいと球団に言ったらいいよって言われたので、はい、ですから落合さんのってなるともうプレッシャーかかるじゃないですか、うん、はい、何かそのつながりが終わりなのかなと。いや、でもなかなかそういう感じにはなってないですよね。でも普通にはもう喋っていただけるんで、うん、それは全然大丈夫です。大丈夫です、はい、全然大丈夫です、はい、だからやっぱイメージあるじゃないですか、落合さんってこう、はい、あんまりこう会話しないようなイメージってあるじゃないですか、まあ、何か、まあ、科目と言いますか、うん、っていう、はい、そのイメージでは僕はないという、はい、ちゃんと喋ってくれますし、ね、僕らはそういうイメージは全くないですね。あ、そうですか、うん、松島さん、そのかけていただいた言葉だとかどういうやり取りが。いや、もうほとんど話してるんですけど入ってこないですよね、偉大すぎて。ああ、そうですか、はい、はい、はい、しか言えないじゃないですか、はい、見てみたかったな。そうですね。ただ一回すごい申し訳ないことがあって、はいはい、当時すごいこう興奮剤の話題が結構あったんですよ、ロッテに。ほうほうほう。でその時に自分も現役で、まあ、落合さんも辞められてた時ですかね、2005年ですから、うんうんうん、監督やられてたんですかね、2005年ボビーの時。ボビーの時です、うん、でその時にちょっとそういう興奮剤の噂がこうすごい出たんですよ、ロッテの方に、はい、でその時に落合さんとお話しした時に、はい、初って、うん、お前も飲んでんのかって言われたんですよ。で僕前の日に酒飲んでて、お前いつも飲んでんのかって言われるから、言われたから、
あれなんで俺飲み行ってんの知ってんだろうって思って、いやあの最近ちょっと毎日飲んでます、うわ飲んでんのかって言われて、え俺そんなに言われることかなと思ってお酒を、はい、そしたら興奮剤のことを聞いてたんですよ自分に、自分はお酒飲んでること言われてると思ってるから、もう堂々と毎日ちょっと飲んでますって、す、ね、毎日ってすごいことになっちゃいますもんね、はい、それでなんか申し訳ない話になっちゃってね、その時にすぐ誤解は解けたんですか。いやそのまんまで終わってると思う、それはあんまりなんでそんなこと聞いてきたんだろうと思って、で後からその興奮剤のそういうものがあったっていうことがあって聞いてきたんですよ、ね、はい、まあ、ちょっと心配をしてくださってという、いやまあそうなんです、はい、飲んじゃダメだって、飲んじゃダメだ、ちょっとポカンだったんです、ね、いやでも少しは飲まないとやってられないしそうですよねやっぱ会話って難しいですね、そうですね、はい、とんでもないとこになってしまうもんね、はい、うん、本当にとんでもない方向いってしまいますよね、はい、まだその誤解はね解けてないかもしれないです、いやいやいや、ね、解いておきたいですね、いやもうまだもうだいぶ経ってますから、はい、交流戦の時に、うんうん、そういう話になったので、はい、自分まだいましたからね、やっぱ、でやっぱ中日と試合すれば、うんうん、自分だって挨拶行くじゃないですか、はい、でそれでそういう話になったわけですよ、そういう話になった、はい、まあ、偉大な選手そして、まあ、もう人物ということですよね、ありがとうございます。今日は、新興園にあるセノンスポーツゼロに来ました。オービークラブベースボールメディアで、ここを使わせてもらってます。こんな施設もあります。疲れた後は酸素カプセルで癒しましょう。じゃあね、一緒だわ。セノンスポーツゼロにスピードガンが導入されました。101、107、110いきます。111、ピンピンピン。